イリノイ州ピオリアの暗号通貨 ATM。この ATM は売買機能がついたビットコインや他の仮想通貨のための ATM で、このモデルは双方向であり、ユーザーがビットコインやその他の暗号通貨を売買できることを意味する。ビットコイン ATM は現金またはデビットカードを使用してビットコインを購入できる気をつく。ビットコイン専用の ATM のことを指し、 これを使用すると仮想通貨から現金にすることが可能であり、仕組みは普段用いている ATM と同じである。一部のビットコイン ATM はビットコインの購入と現金でのビットコインの販売の両方を可能にする双方向機能を提供。場合によってはビットコイン ATM プロバイダーはユーザーがマシン上で取引するために既存のアカウントを持っていることを要求する。 ビットコインマシンには、単方向と双方向の2つの主要なタイプがあり、世界中のすべての暗号 ATM の約30%のみが双方向であり、米国では23%未満どちらのタイプもインターネットに接続されており、ビットコインの現金購入及び、または販売が可能。紙のレシートを使用するマシンもあれば、ブロックチェーンの公開鍵にお金を移動するマシンもある。 ビットコインキャッシュキオスクは従来の ATM のように見えるが銀行口座に接続せず代わりにユーザーをビットコインウォレットまたは取引所に直接接続一部のビットコイン ATM はソフトウェアが改良された従来の ATM であるが銀行口座やデビットカードは必要はない消費者金融保護局が発行した勧告によると彼らはまた高い 取引手数料を請求する可能性があります。メディアの報道では他の場所で得られるレートよりも7%もの高い取引手数料と50ドルの為替レートが記載されています2013年10月29日、カナダのバンクーバーのダウンタウンにあるウェーブスコーヒーショップにロボコインマシンが設置された。このマシンは世界初の公的に利用可能なビットコイン ATM であるとされている。 ただしこのロボコインは2015年に創業を停止した。米国で最初のマシンは2014年2月18日ニューメキシコ州アルバカーキのシュガーバーでオンラインベッシュたものであるが30日後に撤去された。2013年12月8日ヨーロッパ発のビットコイン ATM がスロバキアのブラチスラバに設置された。カナダは2014年に暗号通貨の規制を承認し、 思考するのに少し時間がかかったが、それを行った最初の国である2014年の2月カナダの財務大臣はビットコインといった仮想通貨がマネーロンダリングを防いだりテロ対策資金調達規制を行っていく予定について言及したその年の6月カナダ総督は暗号通貨ビジネスを MSB として扱う法案 C-31 の修正案を承認し、 カナダ財務省は2018年6月に提案された規制の草案を配布したが法律は2019年1月の時点で規則に含まれていないもしくは有効ではなかったただし2020年7月の時点で仮想通貨を扱う企業はカナダの金融取引及びレポート分析センターであるフィントラックによってマネーサービスビジネスとみなされるようになった2018年 カナダ再入庁は、ビットコイン ATM の調査を依頼し、ユーザーが税法を遵守しているかどうかを調査。2017年12月から2018年2月までの2ヶ月間に、カナダのビットコイン ATM の数が20%増加したことが分かった。スターによると2019年6月、ブリティッシュコロンビア州バンクーバーが6年前に、 世界初のビットコイン ATM が設置された都市であるがマネーロンダリングの懸念からマシンの禁止を検討していた。コイン ATM レーダーが調査した結果、2018年1月の段階でアメリカには2000を超えるビットコイン ATM が存在していた。ATM を所有する人は月に300ドル以上を稼いでいた。2020年8月までに 暗号資産に関する ATM の数は3倍となり9000台以上となった。ATM の手数量は16%であるが、取引所での手数量は7.5%であり、ATM の手数量はだいぶ高くなっている。アメリカで使われている ATM の一部はいろんな国から輸入されており、米国で運用されているビットコイン ATM の一部はプラハなど世界中から輸入されている。 チェコの会社、ジェネラルバイズは、他のアメリカの都市の中でも特に、ラスベガスを中心に ATM を設置したビットコイン ATM オペレーターは、ATM が設置されている方域で適用されるオムル、KYC 基準に従って、入出金の制限を調整する必要があり、アメリカ合衆国で一部の国、州では、送金業者の免許が必要。メリットは、 仮想通貨を売却した際にその国で使われている法定通貨を得られるという点である。仮想通貨取引所で取引を行った場合の手数料よりもビットコインに ATM を用いると手数料が高くなる傾向がある。台数が少なく探すのが大変であるという点もデメリットと言える。2018年4月に暗号資産のサービスが停止した。よって日本における ビットコインの取引が可能なビットコイン ATM はない。世界で見るとビットコイン ATM の台数は上昇している。2020年9月の段階で世界71、各国に設置されていて1万台を超えている。ウォレットをインストールした後ビットコイン ATM を探す。アメリカには2000台存在していると言われている。日本で使えるビットコイン ATM を探すには ビットコイン ATM マップを使用する。ただ更新が遅いので注意が必要である。ビットコイン ATM を探したら、スマートフォンを用いた指紋認証や顔認証で本人確認を済ませ QR コードをウォレットで読み込み、出金したい金額を入力する。日本国内では仮想通貨で得た利益は雑所得として確定申告しなくてはならない。ビットコインを持っているだけでは、 利益が出ないので税金はかからないが日本円に変換すると税金がかかる。税金がかかる場合は下記である。ビットコイン ATM での注意点は記録が残らないので確定申告の時に全て自分で計算しなくてはならないところである。ウィキメディア i a Commons にはビットコイン ATM に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。